ということで、サプチケでサチュロス取りました。サチュロスの他には、マンモス、土偶、ガレオンが全て2凸だったので、どれを取るべきか結構悩みましたが、結局サチュロスにしました。ちなみに、サプチケは5月22日が期限となっているので、グラフェスを挟むんですよね。でも、サプチケで取った直後に被るなんてそんなこと起こるはずがありません。皆さんはグラフェスが終わってからサプチケを使いましょう。サチュロスを取ろうとしている人は結構いそうな気がするので、簡単に性能を見ておこうと思います。サチュロスの強いところは3つあり、奥義、回復、ディスペルです。まず奥義ですが、サチュロスは土剣豪を実用レベルまで押し上げた張本人です。1アビでは、5ターンの間、通常攻撃を行わない代わりに、ターン終了時味方全体に、奥義ゲージ 15% アップ。奥義ダメージ累積 10% アップ、最大 100%。奥義上限累積 5% アップ、最大 50%、を付与し、しかも、奥義ダメージ累積アップと奥義上限累積アップは共に永続で消去不可となっています。奥義回転率が上がるだけではなく、奥義性能も段違いに上昇します。特に、土剣豪とは非常に相性が良く、奥義は発動できるので、通常攻撃を行わないというデメリットはあってないようなものです。さらに、1アビには、敵対心大幅アップと自身に火ダメ 80% 軽減が付与されるので、タンクの役割も可能となっています。次に、回復についてです。敵が特殊技使用時に2アビが自動発動し、さらに、自分のアビリティの再使用間隔が1ターン短縮されます。2アビを見てみると、トゥインクルを1消費して、味方全体の HP2000 回復と弱体効果にターン短縮が発動します。しかも、回復性能アップの LB が2つあるので 40% アップとなり、HP は2800回復します。さらに、弱体効果にターン短縮では、消去負荷のデバフにも対応することができます。ここで、トゥインクルとはサチュロスの固有バフであり、非ターゲット時、もしくは、土属性キャラが奥義発動時にプラス1され、最大は9となっています。1アビで敵対心大幅アップしており、しかも、奥義を頻繁に打つことができるので、トゥインクルは常に9近く溜まっています。最後はディスペルについてです。ターン終了時、トゥインクルを2消費して3アビが自動発動します。ここで3アビを見てみると、敵全体にダメージを与えつつ、攻防累積 10% ダウンとディスペルが発動します。トゥインクルが尽きることは滅多にないので、実質ターン終了時に自動発動すると言っても良いでしょう。ターン終了時に発動するディスペルは超強くて、例えば古戦場の場合、特殊技発動時に弱体耐性アップなどの厄介なデバフが付与されても即座に消すことができます。トゥインクル確保のために奥義オンにする必要はありますが、150ヘルフルオートでは活躍するでしょう。一方で、奥義の頻度が格段に上がってしまうので、最速編成に入ってくるかはわかりませんが、少なくとも安定編成には入ってくると思います。ということで、今回は、サプチケでサチュロスを取ったという動画でした。せっかくなのでルシ HL フルオートを土剣豪でやってみようと思うので、後日動画投稿する予定です。チャンネル登録と高評価よろしく、それでは。